本館本館本丸会館は、かつて、富山県高岡市本丸城に所在した建築物。本館、別館、新館、保健センターの4棟から構成されていたが、2012年に保健センターを除いて取り壊された。現在は、高岡市休館医療センターとなっている。本館は1934年に、高岡伝統本社ビルとして竣工。 清水組の設計技師であり、分離派建築会のメンバーであった、やた茂が設計を担当した。本館の外装には、ストーンブロックが使われている。内部は、柱、大量、小針などが表しになっており、建築構造の実直さを表現している。天井には針を取り囲むように真鍮や、漆喰の装飾が施されている。休客室の天井には壮大な固定が、 解体時まで残されていた。2009年6月時点で建物は高岡市が所有していた。市は高額な維持管理費や老朽化、耐震強度の懸念を理由に本館、別館、新館の3館を解体する意向を2008年に示した。これに対し市民や専門家の間から本館の保存を求める声が上がり2008年5月に 本丸会館と町づくりの会が結成された。2011年12月、市民団体、高岡の生きた遺産を守る会が、山町筋重要伝統的、建造物群保存地区住民を中心に結成され、本丸会館が、高岡ご車山祭りのユネスコ、無形文化遺産登録に必要不可欠な存在で、あるとして、全面的な保存活用を求めた。しかし、 市は解体の方針を変更することはなく、2012年1月に、解体業者が落札によって決定し、前期の通り同年中に解体された。建物損立当時高岡市公式ホームページ、松正常時、シリーズ、隠れた建築壊されようとしている、高岡本丸会館本館から、日本建築学会北陸支部広報誌、R32 号、ハット AB、 ニュースなるほど53高岡の本丸会館取り壊し。北日本新聞。http://www.kitanipon.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュコンテンツスラッシュアピアスラッシュ11スラッシュ 502.html2018 年5月5日閲覧。旧高岡伝統本館を利活用することに。 賛同する署名高岡ご車山祭りを、ユネスコ無形文化遺産にするために富山県、建築士事務所協会高岡支部、高岡の本丸会館、解体落札者、決定3団体が保存求め署名提出。北日本新聞。http コロンスラッシュスラッシュ webun.jp スラッシュアイテムスラッシュ10528462018年5月5日閲覧。 高岡市市政100年記念したかおかひくれ史との出会い364ページより、高岡市市政100年記念したかおかひくれ史との出会い284、285ページより、ありがとうございます。